お疲れ様です。本日1月9日火曜日朝6時20分の相場解説になります。この日足なんですけども、ぐーんとね、上昇していきましたよね。ここね、それまではもう絵に描いたような下落トレンドだったんですけども、それを裏切るかのようにね、上昇していって、移動平均線をぶち抜いて上昇トレンドに変わるかなと思ったところだったんですけども、さあそれはどうでしょうかってことになります。もちろん上昇トレンドにこのままなってしまう可能性はありますけども、それを占うのが今形成中のこの陰線です。この陰線も分かりますよね。この陰線が出た後の次のロウソク足がどういうふうに向かうかってことが決まる重要なポイントになってきます。ですので、今日の日足が確定して、明日の日足が確定する、木曜日にはとってもいいエントリーができるんじゃないかなと思います。それについて金曜日も難易度は上がりますけども、チャンスが生まれてくる、そんな1週間が見て取れます。じゃあ今日は何をすればいいんですかっていうことになりますけども、これはね、4時間と1時間を見ていくことになります。とりあえず4時間見ていきましょうか。基本的には今日はセル狙いなんですけども、4時間の方は横ばいに入ったの分かりますかね。こういうふうな形でね、横ばいがありますよね。ここを頂点にして、ここを下にしてですね、こういったレンジにはなってるんですよ。で、その他の側面としては、今移動平均線を横切ろうとしてるところですね。で、これがだからレンジオプションなら当然下の方に行くわけですから、移動平均線の下に行く、つまりセルの方向に傾いているってことになります。これが4時間の動きです。横ばいながらも、これね、レンジで下の方に向かう、このポイントに入ったよってことですよね。ここで下に向かって、ここで上に向かう、ね、そういった見方ができるでしょ。で、1時間なんですけども、これが今日のポイントになります。セルでいけばいいんじゃないかってことですけどもね。ずっと移動平均線の上にいたこのローソク足が今下の方に入りましたよね。 FX オリガルヒの方には、前回2時間3時間前の放送で説明したんですけども、ここがね、いつもの転換のポイントになったヒゲということなんですよ。で、昨日の時点での動画では、下の方にもヒゲが出てるんで、このダイヤモンドみたいな形ってのは、どっち向かうかわかんないよねってことで、昨日一日は様子を見ることをお勧めしたんですよ。そうなったら上に突き抜けるんじゃなくて、今下の方に行ってますんでね。あ、今日はセルでいいんじゃないかなってことです。で、ちょうど昨日はね、日本市場が休みだったんで、冷静に見ることができた。すごくいいスタートだったんじゃないかなと思います。ということでね、今日はセルの方を見ていくんで、3円に入っていくんじゃないかなっていうふうに今の時点で見て取れます。はい、それではね、リスクの取れる方は早速エントリーすることと、リスクがまだ取れない方はね、午前中しっかり見ていきましょうってことでございます。それでは以上です。お疲れ様です。